野党の合流新党の代表選挙は、立憲民主党の枝野代表と国民民主党の泉政調会長の一騎打ちです。2人がインターネットの番組で論戦を交わしました。それぞれの地域の中で私たちの統一した訴えというものを伝えていくことができる、そのことを地道にしっかりとやっていけば、私は十分政権を変える可能性はあるというふうに思っています。コロナ対策も随分様々な提案をしました。そして今消費税の提案もさせていただこうとしています。こういう全体感やバランス感覚があって、初めて信頼に結びつくんだと思います。投開票は10日に行われ、新しい代表と党名が決まります。立憲の議員に加えて、国民や無所属の議員から幅広い支持を集めている枝野氏が優位と見られています。